はい、今日も動物の森のゲームをしていきたいと思います。はい、新しい住人の方が引っ越してこられたんですよ。村長から声をかけてさせてあげたらきっと喜ばれると思いますよ、ということでね。新しい住人というのは こちらじゃん、キティちゃんのトラックを運んでくるリラですね。はい、キティちゃんの家具を全部揃えたのでリラを村に呼ぶことができました。というわけで、はい、一人ね、住人さようならした住人がいるんですけど、はい、リラがやってきました。またね、違ったサンリオ系 の村人もね、村に呼びたいと思うんですけど、これは、シナモロール、シナモロールですね。はい。シナモロールのボード、ボード。はい。こんな感じで、少し。サンリオグッズに囲まれてきた感じですね。あ、ボードってこういうボードでしたね。で、ウェルカムボードみたいなことか。じゃあ、どこに置きましょうかね。ここら辺置きますかね。ポム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 、あ、ここでいいですね。はい、そしてね、こうなんかまとまりのあまりない部屋なんですけど、リラに会いに行きましょう。はい、リラ、リラ、リラ、花、でね、リラのお家のところに、あ、ここかな、ここだった気がします。はい、ここ、このお家入ります。あ、引っ越してきてる。ほら、リラ、アキネネちゃん、お待たせ。ここのオートキャンプ場でポカポカ村にスカウトしてくれたじゃん。あたいその言葉を信じて引っ越してきたよ。今日は片付けがあるからまた明日遊ぼうね。ハロー。ハローキティだからハローなんだね。このキャラクターだとなんて言うんですかね。まだね、キャンピング場に呼んできてることがあるのは、シナモロールのシナモンちゃんのキャラクターと、あと、ポンポンだけですかね。あと、うん、リラなので。また、あれ？あれ？また。またね、別の住民も呼びたいと思います。ハニワ。よいしょ。の壁、シナモロールの服を着てみよう。はい、うーんうーんとか言って、おで、シナモロールな帽子を身につけよう。おー、かわいいですね。はい、
肥料をね、レイジさんからもらったんですよ。そう。今何時だったっけ？午後8時。あ、どうもー。ちかちゃんがどうもー言ってます。あ、間違えた。ゆなちゃんに送るとこでした。こんばんは。こんばんは。ね、はい。レイジのお店にお花とその他買いに行きたいと思います。あれ。あのね、ほとんどの、こんばんは。ほとんどのね、木をちょっと切ろうかなって考えてて、そう。なんかね、木の場所は木の場所として、あと他にね、公園とか、なんか、広場的な感じのもので、しようかなと思ってて。持ち物空いてますね。今日は斧が売ってないですね。うん。でね、ジョウロはいらないです。そう、ジョウロはあるのでね。買います。うん。よし。はいよ。スーパー豆粒。フォーチュンクッキーを買いたいと思います。買います、買います。うん。買います。今は何してますか？動画撮ってます。ね。母ちゃん動画撮ってますよ。これは何だろう。スチームローラー。へえ。8時前に来れたらよかったですね。あのリアクションをもらいたかったですね。師匠から。まだね、リアクションが、おぉ、行けるなら行きたいです。というわけで、ちかちゃんが来るみたいです。いいですよ。いいですよ。リアクションがね、全然増えないんですよ。だいたい8時過ぎとかにねゲームすることが多くて、もう全然増えなくて困りますね。村を開けます。最近だと動画外で村に来てもらった人、新しくね、アマザラシさん、アガリオさん、元アガリオさんで、今アマザラシさんになってる方がね、来られましたね。うん。そう。でね、掲示板にも、はい。この方ですね。フラタロスさん。こんばんは。いつも動画見てます。すごい綺麗ですね。また通信しましょう。ということでした。はい。ぬーちゃん。2回目の通信嬉しいです。すごく村が可愛くなってて、また通信お願いします。ということでね。はい。前にも紹介した感じですけど。最近はね、それほど通信というのをしてなくて、通信せずに、ここのとこでね、お話だけしてみたいな感じのが多いですね。うん。
お、来ました。ニコニコ村のチカちゃんが遊びに来ました。戻らなきゃ。よいしょよいしょよいしょ。いらっしゃい。掲示板に何かここにお願いします。貼り付けたの。うん、誰かが誰かが書いたやつ。誰かが書いたやつ。笑。今度はね、ここの地面に貼るようなマイデザインもね、ちょっと自分で描けたらなと思います。うん、何か描いてくださってますね。そう、こっち側はね、フルーツとかその他木の生やす場所にちょっと考えていて、はい、こんな感じでね、この部分だけフルーツの森になってます。うん、はい、あ、かまくらができてる。そう、森の中にキャンプ場とキャンプ場があります。うん、書いてあるかしら。あきちゃんこんばんは。どんどん村に来るたたびに発展してるのですごいです。これからも通信をよろしくお願いします。ありがとう。ありがとう。一旦セーブします。一旦セーブ。うわ、すごいクラッカーが飛んできました。明けましておめでとうかな。あのね、メッセージが消えてほしくないので、うん、すぐにセーブします。ありがとう。クラッカー。綺麗だった。ありがとう。何しようか。髪飾り。飾り。かわいいね。似合ってる。雪だるまがね、サンリオ？サンリオ？同じ時期頼んで、うんうん、うん、うん、キティちゃんと
ポムポムプリン以外、揃いました。何パック何パック買ったの？そう、私はね5パック買って揃ったんですけど、2パックです。あ、そっか、2パックじゃ揃わないかな。最低限、そうだね、うん、そっか、2パックじゃねちょっと難しいかもしんないですね。2パックだと、揃わないですね。なんか最低限3パックで昆布できるらしい。そう、なんか弟が言ってました。箱売りされているやつの最初の3パックを買うと、そう、全種類揃うみたいな、うん、らしいよ。そう、そうみたいなんですよね、うん、なんか箱売りされてる、箱売りされているパックの最初用の3パックを買うと、揃うという情報が あります。うん。でもね、2枚入りだからまず2パックじゃ揃わないっちゃ揃わないですけどね。でもダブらなかったなら、でもダブらなかったなら運がいいと思う。そう、どうしましょう。まあ、しょ、うん、全部使い果たしちゃったかも。シールは何が出たんですか？シールは何が出たんですか？私はね、シール何が出たんだったっけ。あのね、私はね、シールダブっちゃったんですよ。これ、ポムポムプリン、キティちゃん、タヌキのと、ケロッピーとシナモンですね。あの、シナモンとトタケケのと、ほう、タヌキ？タヌキ？タヌキチさん？コラボしてるの、なんだろう、なんだったっけ、何がいたんでしたっけ、
タヌキ？タヌキ？タヌキ？誰だろう？もう一種類。タヌキチさんとコラボしてるのは誰なんだろう？ちょっと。サンリオ。タヌキ？タヌキチのお店の、あ、マイメロちゃんとコラボしてるんかな？サンリオです。マイメロちゃん？メロちゃん？マイメロちゃん？マイメロちゃんかな？私マイメロちゃんのシールないですもんね。4、あ、じゃない、え、待ってね、6種類あるのかな、シール。そしたらマイメロちゃんもないですし、あ、そうかも。そうなの？マイメロちゃんと、あとシナモンちゃんいますし、あとは、あ、キキララちゃん、キキラ、あ、マイメロちゃんだったのかな。今日は どうします。そう、遊びに来ていただいてね、何をするかということですね。私キキララちゃんとマイメロちゃんのシールがないんですね。ダブってるし、はい。村回りとかしてたんですか？始めたばかりでね。何をしてましたっけ、私。お花かったり、お花かったり、新しい村人に挨拶したりしてました。本当それだけしかしてないですね。そうなの。はい。じゃあ素潜り対決とか、え、全然。スモグリ対決します？そう、なんかウーピーのとウップ、あ、いいですね。というわけでね、ちょっとよし、整理整頓してこよう。ちょっと荷物を、荷物を整理整頓して、そう、前にね、浦太郎さん、あがりおさんとも、そう、素潜り対決しました。昨日だったかな、いつだったかな。ほんと記憶力がないんでダメなんですよね。ここにこれを入れて、最近ね、タッチペンがなんか、このフィルムを削ってしまって、そう、どっか尖ってるんですかね。なんか、シャカ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 、傷がつくんですよね。まあ、適当に入れて、全部持てないのでも入れて、この中にあったかな、あった。これで時間を測って、
スーツはありますか？スーツありますますか？ボディースーツ、よし、よかったよかった。というわけで、じゃあ素潜り対決をね、したいと思います。私ボディースーツどこかしら。そう、この前使ったのをどこかに片付けて、あら、ないぼ、こっちだったかな。もうね、あら、この中に入れてたかな。あ、違った、あった、ボディースーツ、よし、オッケー、よし、行こう。もう勝手にね、時間をやりたいと思います。5分とかにしようかな。今もうね、26分ぐらいなんで、よし、時間を測るよ。5分、ピッ、急げ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 、あ、落とし物があるけどスルーしていきます。急げ急げ、あ、こっちだったこっちだった、急げ急げ、ちゃっぽん、こっちにちゃっぽんしよう、ちゃっぽん、あれ、入れない、よし、入った、いるかな、いないですね、すみません、ほい、どうしました、はい、どうしたんだろう、持ち物、ありゃ、あ、どうぞ、刺された、お持ち帰り忘れなく。わ、まだ一匹も釣れてない、いないですね。ちょっと冬場の夜は結構いるはずなんですけどね。いいえ、いいえ、急げ急げ、あと3分だぞ。何もいないですね。あら、いない、あら、海の生き物が、あ、なんかプクプク音がしたぞ。あら、いたいたいた、あー、消えとった。まだ何も釣れてない。わあ、いないな。え、いない。いた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 。あーれー、逃げられる。ああ。ズバイガニを取った。ああ、クラゲクラゲ。なかなかいないですね。うん。夜なのに。よいしょ。逃げられちゃう。キャー。よいしょ。タラバガニ、やっぱり冬だとカニが多いですね。うん、プク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 
なんだろう、動かなかった。わかめか。でもね、わかめもね、あのこの釣った数に含まれるんでね、はい、釣っていきたいと思います。あ、地味に動いてる。これはホタテ系の、あ、貝か、ハマグリでした。おお、消えちゃった。急げ急げー荷物がたくさんあるわ。よいしょ、よし、甘エビだ、やったー、へへへ。船に突っかえましたね。あ、9、8、7、6、5、4、3、2、1、ピッピー。あ、すごい、チカちゃん7つもいい。すごい、チカちゃんの勝ち。まあ、負けたすごい。すごいすごい。あれ、てんてんてん。ちかちゃんの勝ち。よいしょ。私が話を持ちかけてしまい、え全然です。大丈夫だよ。集中できなかったと思います。すごい、そんなお気遣いしてくださって。ね、全然問題なしですよ。楽しいか。だよ。ブク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 言ってますね。よいしょ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 。急げ急げ。あ、間に合った。わあ、毛ガニだ。カニだらけだね。よいしょ。よいしょ。プル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 。動画の時間は終わりです。動画は今終わります。おしまい楽しかったね。今日はあのちかちゃんが来られたので、ツアーには行かなかったですけど、素潜り対決をしてみました。短時間で遊ぶにはね、素潜り対決ぐらいがちょうどいいかなというふうに思います。というわけで、おしまい。